勝長寿院あとュイン、長トチは、神奈川県鎌倉市行きの下にあたる、相模国鎌倉大御堂が谷に、鎌倉時代初期に源頼朝が建立した寺院である、阿弥陀山省長寿院とゴース、大御堂、南御堂ともいう、鶴岡八幡宮永福寺と共に当時鎌倉の三大寺社の一つであったが、現在は廃寺となっている。厳略元年、 源頼朝が父、義朝の母体を弔うための寺の建立を、大御堂が谷の地に定め、11月26日に、地引死の儀を行った。頼朝は、後白河院に依頼して、義朝の首を探し出し、義朝とその腹心、鎌田正明の首は、院の直死となった大江校長によって、鎌倉に届けられた。文治元年9月3日。 吉友の遺骨と正清の首は南御堂の地に埋葬され、頼友の田は平賀義信とその子息、これ義、源頼田から平治の乱関係者のみが立ち会いを許された。10月24日に同社が完成し盛大に落計供養が行われた。同院の本尊は阿弥陀如来像で何とから招かれた奈良仏師の聖長が制作した。また、 本尊背後の浄土壁画を鎌倉卓磨派の祖、拓磨亀久が担当した。現氏の菩提寺の性格が濃く、現氏関係者の供養が行われている。三大将軍源実朝は暗殺された後、家地,地長寿院の傍らに葬られた。その後、光元元年12月に火災のため仮覧が消失したが、昇華2年に北条時折により再建されている。しかし、 その後も火災が多く、永忍3年11月にも消失。小中2年には同じく消失した、県庁寺と共に再建費用を得るため、元との交易を行う、自社造営業当選が派遣された。現行3年5月の鎌倉幕府滅亡後も、勝町寺院は、鎌倉を治めた足利市の鎌倉久保より尊重されたが、足利重義氏が京都区4年に、鎌倉から、 下宇佐国古川に移り、同時の門主であった、清順も、半重氏勢力に要される形で日光山で、挙兵すると、同時は帰り見られなくなって荒廃した。住宅地下しており、鎌倉市行きの下4丁目6の20付近に、勝町樹院9席の石碑と供養塔がある。なお現在横須賀市芦名2丁目にある上落寺は、正式名を、金剛山省町樹院。 大江堂上落寺といい、自伝では、勝町寺院の同社が、県営元年の台風で損壊した時に、和田義盛と、北条政子が、本尊の阿弥陀如来像を現地に移して解散したと、する期限を伝えるが、伝承の一を出ない。ちなみに現在上落寺にある、阿弥陀如来像の作者は、運慶である。ありがとうございます。